今泉潤です。広陽寺です。住友美ジェナです。それでは昨日の続きをどうぞ。どうぞ。あとそうですね、やっぱりちゃんと話し合いができる人、喧嘩みたいにこんなやつと付き合ってたらってなるけどね、こっちも。いや、なんかこう、いやそうみたいになった時に、急に IQ 下がる人とかいるじゃないですか。 IQ 下がるね、で、分かる。どういうことみたいな、何が言いたいのみたいな、じゃなくて、あなたの言いたいことはこれね、じゃあこれがいいんじゃないみたいな。男なんだね、ジェナは。あ、もうそうですか。脳みそが、はあ、なのかもです、ね、だからそしたら IQ 低いって手帳に書いてポイってするとゴミ箱入れてそいつを次のとこ行けばいいだけの話で、そんなの道義があるから。あ、そうか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 、ポイしないんだ。いや、したいですけどね。ポイすんだよ、まあ、けどそれすごくあるよね。その俺、彼女とかいた時、はい、喧嘩したことなくて。へえ。絶対謝るから。え、謝るんですか。すぐ謝る。話し合いに意味がないから。なんか自分の感情の起伏で切れたりするじゃん。そこに、いや、いかにお前が愚かだっていう話をしてもちょっと怒るじゃん。論理的に話しても、はいはい、だから僕面接で大事なのって、はい、論理性だけで、うんうん、俺面接する時って絶対に喋らせるんですよ、うん、経歴は何ですかっていう、そのなんで志望動機と全部お話しくださいっていう話をして、はい、その転職とかもするじゃん、大学出てこれしてっていう、これを論理的に話せるやつが俺頭いいというか、いいやつだと思ってて、はい、要は大学でこれを勉強してこういうことがしたくてこの会社入って、この会社でこういうことしました、でここでもっとこういうふうにキャリアアップしたくて次の会社に行って、ここではこういうチャレンジをして、で御社ではこういうことをしたいと思って転職しましたっていうことが論理的につながってるやつって、論理的な脳みそ持ってるやつだと思うんですよ。これって何かっていうと、女のそれと一緒で言葉にしてくれないとわからないとかっていうやつって別に言葉にしても怒るじゃん。こういう人って結局論理的じゃないから仕事してもきついんだよ。話し合いができない人だから、こうですよねって言って、あ、分かりましたってできない人って論理的じゃないから、だからその彼女みたいなやつを雇うみたいなことになるわけ。そうするとこいつもう何言っても無理じゃんこいつっていう。だから論理的かどうかっていうのはすごく俺は付き合う上では大事だと思う。けど女子の特性、女ってそういう気もんじゃんって言うじゃないですか、女子は。しかもだからもう俺はすぐ謝る。お前土下座しろってやったら土下座するもん。で土下座して、そんな風に本当に気持ちこもってないでしょって、それこもってねえよ、土下座なんしねえもん。土下座させるお前なんなんだよ。